皆さんこんにちは。パリ五輪代表選考の最終対象大会として女子シングルス6回戦が行われました。残り1枠を争う3番手の伊藤美誠さんは T リーグで活躍する木村佳純選手にまさかの逆転負け。逆転での五輪切符獲得には最低8強入りが必須でしたが、16強で散り代表入りを逃しました。これにより8強進出を決めたライバルの平野美宇選手の2番手が確定し、自身初の五輪シングルス代表をつかみ取りました。東京五輪で日本卓球史上初の金メダルをもたらした伊藤さんがパリ五輪代表を争う最終決戦で沈みました。まさかの展開でした。ゲームカウント 3-1 として第5ゲームは10-8とマッチポイントを握ったものの、そこから4連続失点、流れを失いました。隣のコートでは先にライバル平野選手が勝利。その光景が視線に入ったのか、プレッシャーがのしかかったようにミスを連発しました。 3-3 で迎えた第7ゲームはいきなり7連続失点、そこから巻き返しましたが7-11で落として力尽きました。試合後はコート裏の通路で涙が止まらず、壁に手をついてむせび泣き、手で顔を押さえるなどショックを隠しきれませんでした。伊藤さんは試合後の会見で3-3になる前に仕留めるべきだったと悔やみ、五輪選考レースの難しさも口に、準々決勝までの戦いに床でやる3試合はみんな平等だがすごくきつくて、昨年腰を痛めて気をつけていたが正直体には結構きていて自分も乗り越えようと言い聞かせていたがたどり着けなかったと語りました。自力での3大会連続五輪は逃しましたが、選考ポイント合計 471.5 点で3番手は確定。東京五輪で銅メダルを獲得したシングルスへの出場は叶いませんが、強化本部推薦による3枠目の団体戦代表選出の可能性は残ります。それでも伊藤さんは今後について問われると複雑な胸中を隠せずいました。団体戦に選出されても辞退する可能性も示唆し、私はずっとシングルスで優勝したいことを目標にしていて、団体戦に選出されても出るかどうかはっきり決まってないが、まずは落ち着いてどこまでやるかしっかり考えて、昔からの目標は良いところでやめたいと言っていたので、これで終わりたくない気持ちもあるし、終わりたい気持ちもある、いいところで終わりたいのでもう少し頑張りますと声を詰まらせながら語りました。ネットでも伊藤さんの敗退に反応、隣で平野が勝ちガチガチになったのでしょうか。勝負の世界って怖い。まさか伊藤美誠が逃すとは3年前には想像してなかったなぁなどのコメントが上がっていました。平野選手が伊藤さんの心を揺るがせたとの分析が上がっていましたが、お二人には少し前から不仲説がささやかれていました。美誠美誠コンビで卓球女子ダブルス界を賑わせたことのある二人の間に不仲説が流れてしまったのは何が原因なのでしょうか。現在は別々のペアを組んでいることもあり、平野美宇選手と伊藤美誠選手の間は冷戦状態になっているのかもしれません。平野美宇と伊藤美誠の不仲説の原因は次の3つが挙げられます。美宇美誠コンビの解消、実力差に開きが出てきた、東京オリンピックのシングルス代表選手決定、2人は同学年で同じ静岡県で卓球に取り組み始めた幼少期からのライバル関係、美宇美誠の愛称でダブルスを組んだことも何度もあります。それがいつしか不仲とささやかれることになったのは何が原因なのでしょうか。日本代表としては少しでも勝率の高い組み合わせに変更するのも致し方ないですよね。美宇美誠コンビで平野美宇選手と伊藤美誠選手が仲良くペアを組んでいたのはもう昔の話。今では霞生コンビ石川佳純&平野美宇と美誠ひなコンビ伊藤美誠&早田ひなに分かれてしまいました。コンビ解消時に新聞記者からコメントを求められた際の2人の発言内容も気になります。伊藤美誠コンビ解消しても仲間なので励まし合って頑張ります。平野美宇
今までより仲良くしなくてもいいかな。この発言が大きく取り上げられた結果、不仲説が誕生するきっかけになってしまいました。腹の中に思うところがあったのかどうかは定かではありませんが、平野美宇選手の心境に何か大きな変化があったのでしょうか。美宇美馬コンビが解消された理由は、平野美宇選手の速いプレーをすると敗戦するケースが増えたこと、ハリケーン平野対策が強化されて勝率が下がってしまったことがコンビ解消の原因だったんですね。その結果、右利きの平野美宇選手と左利きの石川佳純選手と新しい佳純美宇コンビ、石川佳純&平野美宇を結成することに。このコンビは2020年東京オリンピックでダブルスでの金メダルを視野に入れた新生コンビとされていました。ダブルスのパートナーの切り替えと同時に、従来のペアだった伊藤美誠選手との間に仲違いが生じたとは思えませんが、平野美宇選手に心境の変化があったのかもしれません。それに仲が良いとはいえ、五輪出場者枠を競い合うライバル同士には変わりがありません。平野美宇選手のドライな発言は、ついうっかり思ってもいない言葉が口をついて出てしまった可能性も考えられますね。平野美宇選手にも伊藤美誠選手にも好不調の波がありますが、著しい成長でお互いを高め合ってきた仲でもあります。ところがコンビ解消の翌年2018年頃から、2人の間に無視できないほどの実力の差がつくようになってしまいました。東京オリンピックのシングルス代表選手決定が不仲の決定打になったとも言われています。平野美宇選手と伊藤美誠選手はこれまでお互いが良きライバル同士で、幼少期からの顔なじみでした。ところが翌2017年にはハリケーン平野の名前が世界中に轟くことになりましたね。対照的に伊藤美誠選手がどんどん調子を崩していきました。2018年には一年発起して戦闘スタイルの変更や筋力トレーニングなど地道な努力と改善を積み重ねてきた伊藤美誠選手が大魔王の称号まで獲得。対照的にハリケーン対策を講じられて、平野美宇選手は勝てなくなってしまいました。このように卓球選手として強くなればなるほど周囲の対策も強化されてしまうため、いつまでも好調の波は長続きしないことがご理解いただけると思います。それでも2人の間には卓球に関する熱量に開きが出てきたことが実力の開きにつながっていったのです。はじめは2人の差はほんのわずかな違いだったのかもしれません。やがてそれは無視できないほどの開きとなってしまいました。それが残酷なまでにはっきりとした形となって現れたのが、2020年東京オリンピックのシングルス代表選手出場枠。伊藤美誠選手は日本人女子選手の中で世界ランキング1位、一方平野美宇選手は3位。シングルスの出場枠は2枠でしたが、伊藤さんともう一人のシングルス出場者は石川佳純選手となりました。このことが2人の溝を深めたとささやかれていました。今回のオリンピックではそれが逆転してしまった状況です。あくまでもシングルスでの優勝を目標に掲げていた伊藤選手ですので、この結果が響いて引退ということも十分にあり得ると考えられます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。